帯風付き100ドル紙幣の束帯風とは、札束や書類などを束ねているテープ状の紙のこと。紙テープではなく、フィルムテープのものもある。帯風の機械として、帯風機があるが、その原理は、結束機と同じである。紙幣100枚を束ねる場合は、紙幣の幅が狭い部分を1から2センチメートルくらいの幅の紙で結束する。これを、小束と通称する。 紙幣1000枚を束ねる場合は、小束を10個積み重ねて、その上に5センチメートルくらいの幅の紙を縦と横に十字の形に巻き結束する。これを大足と通称する。金融機関同士の取引では、大足10個を樹脂製フィルムで包装して1万枚セットにしたものが使われる。これは、 すべて1万円札ならば金額は1億円で、重量は1 0 5ラムである。帯風は一見するとただの紙だが、銀行などの金融機関で支払いに使われる場合は、銀行のロゴマークや結束担当者の印鑑や日付が入っていることもあり、紙幣の出所を証明する効果もある。大金が動く義獄事件では、帯風に記された金融機関名などによって、 資金の流れが解明される場合がある。また、帯風自体が信頼できる機関からの高額拠出の証明となるため、貴金属店などでの高額取引の際は、金融機関などの帯風がない札束での取引を断る場合もある。ただし、日本銀行権には、日本銀行法第46条、第2項により強制通用力が与えられているため、債務者が債務の弁債として、 日本銀行券のタを提供した場合、帯風がないことを理由として、弁済の受領を拒絶することは許されないのが原則である。競馬において100万円以上の配当金が JRA から支払われる場合、JRA オリジナルデザインの帯風で結束されて支払われる。この帯風も JRA 居室の証明となる。ありがとうございます。